九州は大分県と四国愛媛県を隔てる指折りの工業場豊後水道、その四国側の海を宇和海と呼ぶ。愛媛県が誇る豊穣の宇和海で人気の磯釣りフィールドの一つが矢ヶ浜だ。徳島県在住で気鋭のトーナメンターとして名を馳せる森井昇さんが矢ヶ浜の磯でシーズン本番の口太グレを狙う。お、行った。矢ヶ浜すごいね。好調化が続く名勝で両系グレの入れ食いを堪能しよう。宇和島市街地から西へ車で1時間近く走ると半島の先端部に矢ヶ浜港がある。近隣の日振島や由良半島と並び南予地方を代表する磯釣りスポットだ。例年12月に入ると徐々に水温が下がり45センチを超える口太グレが連発することも珍しくない。しかしこの日は強風で海はしけ気味。近場の赤羽にあげてもらった。まあ、もっと天気が良くなって風もやめばもっと大きい磯の方へ行けばいい方のグレも狙えるんでしょうけどね、はい。まあ、今日は風も強いんで仕方がないということで、はい、船長任せで、はい、やってみたいと思います。はい、まだ走りの時期とはいえ沖磯に行けば40センチオーバーも釣れ始めているが、風裏となる近場は水温が高く小型のグレが多いそうだ。ちょっと試しに1号ぐらいからやってみようかなと思って、竿がライアームの1号です。1号の5メーター30、リールがハイパーフォースのコンパクトボディの1700番ですね、はい、から始めてみます。はい、まあ、やはりね、事前の情報っていうのは結構大事だと思うので、船頭さんに、まあ、事前に肩はどれぐらいですかというのを聞いて、まあ、それに合わせて、まあ、それで楽しめれる、まあ、取り込んで楽しめるような道具で釣りはしますけどね。なんか来た。おお。まあ最初からすぐとこ。2頭目でお長グレお長です。まあ、水温がまだ高いんでしょうね。水温もかなりあったかい。水汲みのね、水を触ってみると結構やっぱ水温も高めだなと思いますね。本当であればまあね、20度切って、まあ、そろそろでっかい口太シーズンと行きたいんですけどね、まあ、少しまだ水温あるようです。ハイシーズンには量計も釣れる赤羽だが、どうやら最初は苦戦しそうな気配。島野にしか作れないものがある。目指したのは永遠に変わらない巻き心地。
のパワーとスピードが本人を揺さぶる。フォースマスター3000。予報では午前中は強風の模様とはいえ、逃げ場があるのも矢ヶ浜のありがたいところ。わあ、やっぱり餌取りがすごい。放水音を証明するように急ぎ場には餌取りの小魚が群れをなしていた。口太だ。潮がそんなに動かない。さほどは動いてないんですけど、これやはり水面の変化っていうんですかね、こう潮目がうっすらできてるんですよね。まあ、そういうやっぱり潮の目、まあ、海の変化みたいなところをこう見つけてはそこへ仕掛けを打ち込んで、釣った方が釣れる確率が高いと言いますかね。潮は左から右へゆっくりと流れている。急ぎ場に近いところは餌取りとグレの小型が多いので、中間距離の流れの筋を狙ってみる。当面は30センチオーバーを釣っていきたい。中間距離の潮目も餌が効いているところでさえ30センチに満たないサイズの口太グレしか釣れてこなかった。それならばと森井さん、今度は大遠投を試みる。動きそうなんやけどね、動いても食わんのかな。お、なんかな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 。あはははは、はいや、はははよ、綺麗な鯛。餌の効いてるところはグレ、小型のグレが多くて、もう餌も効いてない夢見る大遠投のポイントはマダイが多い。結構冬場、年が明けて2月とか3月ぐらいの水温の本当にぐーっと下がった時は遠投してね、あの潮目の遠投して、あのその中で結構いいクラスのグレが出るんですけどね。今回はちょっと沖をいくらまあ遠投して沖を狙ってみても、ちっちゃな鯛が釣れてしまうしね、手前の方はグレも小さいと。スタートから2時間干潮を迎えた。この磯は揚げ潮がいいそうなので、今からの潮返しに期待したい。ゆっくりだが流れはある。よし、
おお、30センチきた。今日一かな。32、3センチぐらいですかね。イチゴは基本的にまあ30センチからまあそのね40センチクラスぐらいをまあターゲットにした竿ですから、まあやっぱりね30センチ以上が来るとやっぱり竿の曲がりもまた変わりますしね。まあもちろん30センチ以下のグレーであれば手返しよく釣りすることもできるし、まあ、30から40ぐらいのクラスになってくるとこう今度は楽しみながら釣りができるというか、このライアームっていうのは本当にこう魚かけた時に魚の伝達っていうかこうどれぐらいの魚が来るのかっていうのが本当こう分かりやすい竿でもあるの でさらにはね若干同調子にもなってるので、魚をまあ暴れさすことなくこうスムーズに寄せてくることができるんでね、気持ちがいいロッドですよね。30センチを手にするまでが長かった。矢ヶ浜エリアのポテンシャルからすると物足りないのはもちろんだが、限られた磯でこのサイズが出ると素直に嬉しい。おお、いいんじゃないのかな。ひょよかった。そんなにはね、その潮が変わってるっていうほどでないんですけど、ちょっとこう深くあえて、まあ、そこの方に大きいのがもしかしたらいるんじゃないかということで、今まで釣ってた浮き下をちょっと深くして狙うようにしてみれば、ちょっとだんだんサイズが上がってきたかな。まあ、これで35センチぐらいですけどね、やっぱり35センチでも1号であれば楽しい。はい、昼になり風がだいぶ収まってきたからと、船長が午前中にはしけていけなかった沖に向け走ってくれた。そこは矢ヶ浜エリアでの超一級磯と名高い群章カバ、1番から4番まであり、どれも数型ともに期待できる。船長はここ数日間で一番好調化が続いている4番に挙げてくれた。明日からは凪の予報なので試し釣りも兼ねて2時間弱の釣りだ。磯代わりをしてきました。さっきの磯よりもやはり大きなサイズが見込めるんじゃないかということで、タックルをそのまま一新してみました。竿が、BBX スペシャルの SZ2、リールが、BBX テクニウムの、スットブレーキタイプ、この仕様で一匹いいのが食ってくれないかなと思って頑張ってみたいと思います。本命潮は上げ潮だが下げに変わってすぐなので潮返しのチャンスタイム、40アップの量計に狙いを絞る。大きい磯1匹目は30センチちょっとぐらいですか。今まだ開始して数頭なんで、まだこうどこに仕掛けようっていう模索中なんですけど、ある程度自分の思い通りの仕掛けで釣りができてるので、はい、このままちょっと続けてみようかなと。多分そのそこそこの、まあ、サイズも中に混じってくれないかなと。まあ中にはいいサイズも、まあここはやはり大きい磯なんでね、いると思うんで。重量感たっぷり。よいしょ。来ました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 。重たい。
出ましたね、まあ、40センチぐらいでしょうか。大きいイソサイズね。あー気持ちいいわやっぱりね、ちょっとここのところ天候もあってなかなか大きいイソで出れてないということもありましたんでね、だからまあ船長も、まあ、やってみるかっていうことでね、上がってみましたけど、やはり大きい磯は肩が違うっていうことなんでしょうねまだ開始数頭でしたから納得です。面白い。ようやく釣れた40センチの口太グレ。スリムではあるがグッドコンディション。油が乗り切っていないところを見ると沖から入ってきて間もない個体かもしれない。つまりまだシーズンの走りだとも言える。これ形ちゃうかな。おおほほほほ。でかい。だんだんこう巻き餌が効き始めてくるとなんかね、一頭一匹じゃないですけど連れ出しましたね。沖のね磯に出られてよかった。実質1時間半であっという間に40オーバー2匹。明日予報通りに凪ぎカバに上がれたらかなり楽しめそうだ。島のにしか作れないものがある。目指したのは永遠に変わらない巻き心地。2日目、波も風も収まり予定通り沖の名所カバを目指す。他のお客さんも多く前日とは違う3番に上げてもらった。森井さんも初めての磯。このカバの3番っていうのはおそらく未知の潮の方が、まあ、釣りやすくていい方も出るっていうことで、今の時間帯はまだ下げなんですよね。だから
まあ、その下げの潮で、まあ、いかにどれぐらいのグレが釣れてくれるかっていうのと、まあ、後半にやっぱりこうお楽しみの未知の潮がありますからね。 BBX スペシャルの場合はそのやはり先上司なので仕掛けのその手返しっていうのがものすごくやはりいいですし、まあ、あのキャストする時のコントロールも非常にいい。魚がかかってある程度の、まあ、サイズであれば先端の部分で、まあ、魚を受け止めることができるんですけど、もうそれ以上、まあ、40センチクラスになってくるとそこからまあ胴に一気にこう入り込んで、まあ、そこからパワーがありますから、あの魚の引きを十分にこう受け止めてくれるっていうかね、まあ、そういった特徴があって結構その大物にもまあ対応できるロッドになるんじゃないかなというふうに感じますね、はい、本命ではない下げ潮で漁計が食うのは実証済み。この潮でどのサイズが釣れるかにより大型が来た時対応しやすくなる。おっ、来た来た来た、よいしょよいしょ。潮はねやはりまだこう全体的に左へ向いて流れてる潮で、ちょっとこう手前に戻りつつある、まあ、あの道とゆっくり巻き取りながら手前へ流れてくる浮きで、あの釣ってるって感じですよね。35、6センチぐらい、サイズは少し上がりましたけどね、本当によく引きます。開始数頭から35センチクラスの口太グレが一頭ごとに食ってきた。嬉しいことにここから1時間ほどはこのサイズの入れ食いが止まらなかった。スタートから2時間経過、ようやく潮の向きが変わりたるんできた。本命の揚げ潮に変わる一番いい地合いの到来だ。はい、食った、早いよ、いけます。よし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 、来ました来たやっと40オーバー来ましたね。でかい、45センチぐらいですかね。一回ねちょっと魚がかかってすぐに足元の方へガーッと走ってきてね、まあ、そこから慎重にゆっくり浮かせてきました。やっぱおるんやね、重量感たっぷり、重いっすよ。45センチクラス1号竿でも無理に竿を煽らずゆっくりやり取りすれば釣り上げることができるのだ。
これもまたいいサイズやん。うわよく引く。よしよし、来ました。いやけどもこの BBX ね、この SZ2 1号なんです。これ使ってるのがね1号ですけど、やっぱりそのある程度の引きは穂先の方で受け止めてくれて、もうとっさのツッコミなんか動画非常に強いからね、もうおそらくまあ45センチプラスですけど1号非常にパワーがあって面白いね。そしてこのサイズの連続ヒットが数時間続いた。こんなグレおるん。さすがヤガハマ出ましたですね。50センチオーバー、なんかこんな大きいの久しぶりに釣りました。すごい太鼓もあって色も綺麗し、まあここは揚げ潮の釣り場になってて、でその下げの潮がいってるけれども、まあ、だんだんその潮が緩くなってきて本命の揚げ潮に変わりつつある頃なんですよね。まあ途端になんかグレのサイズが上がってきて51センチか、51センチすごいすごいわ。いや、ヤガハマすごいね。そのまあ45センチクラスが出ればいいかなと思ってたんですけど、まさかの50、驚きです。まあ、これがBBX スペシャルの SZ2 1号ですからね。なんかこれでこの50センチクラスでやっとこう胴まで曲がり込んだっていうね感じの豪快なやり取りができました。はい、40オーバーの入れ食いの後51センチで締める見事な釣果。これから水温が下がるとヤガハマの磯は再生シーズンを迎える。島のにしか作れないものがある。目指したのは永遠に変わらない巻き心地。スピードが本能を揺さぶる。フォースマスター3000。BBX スペシャルの SZ2、この秋新登場になりました。でやっぱり BBX スペシャル、なんといっても特徴はこの細身なところですよね。まあ、竿を伸ばして1日、まあ、風が強い日で、釣りをしても本当にね風の抵抗を受けることなくね疲れない、本当にこうシャキッとした感じでね1日軽快に釣りを行うことができます。それと、今回のこの BBX の、まあ、新たな特徴なんですが、まずはこの、ガイドの部分が、X ガイドということで糸絡みを激減してくれています。それと BBX の特徴であるズーム機能ですね、ここのズームの部分がですねシルキーズーム、もう本当にねこう滑らかスムーズにね伸び縮みができる、インアウトがスムーズになっています。そしてこのズームの位置なんですけれども、まあ、従来の BBX から5センチさらに手元に近づいています。ですので本当にこうズームアップズームインしやすく
になりました。このリールシートの部分なんですが、やはりあのスクリューシートの採用ということで、あのリールのガタつきもなくですね、本当にこうがっちりリールをあのホールドしてくれます。長さなんですが、4m85 と5m20 の、ズーム機能になってます。でこのズームなんですが、やはりあのその釣り場を選んでいただければいいんじゃないかなと思います。例えば、浮き下を浅く手返しよく釣りをする場合ですね、そういった場合はもう元々の4m85cm の長さで釣りをしていただく。またですね、これから寒の時期になってまいりまして、細いハリスを使ったりですとか、またあの釣り座が高い場合、そういう場合はズームアップして5m20cm、この長さを持って、1日釣りをしていただくと、まあ、あの1本の竿で2本の竿を持った感覚で釣りができるということでね、その状況状況に応じてあの釣りをしていただければいいんじゃないかと思います。で BBX の特徴なんですが、先上しに仕上がっています。ですので、ある程度の魚、ある程度のサイズまではあの穂先の方からですね、あの先端の方で魚を受け止めることができるんですが、まあ、そこからのパワーっていうのは BBX 非常にありますので、そこからまあぐーっとこう胴に溜め込んでいただく力っていうのは非常に強いです。ですので、あの今回まあ1号のロッドをメインに使用させていただいたんですが、あのそこそこのサイズ、いいサイズででもですね、胴までしっかりあの溜め込んであればね、あの1号の竿でも十分パワーを発揮してくれますので、本当に気持ちのいいロッドに仕上がってます。この秋新製品になりました BBX テクニウムの、スットブレーキタイプです。でやはりですね、この特徴なんですが、魚をかけて糸を出すときに、ハンドルが回らないっていうことで、やはりその今までは魚をかけて、糸を出すときに竿を立て直すときに、やはり当然あのハンドルがついて回ることがあるんですが、今回のスットブレーキに関してはもうハンドルが一切回りませんので、まあ、そういった意味で魚が本当に起こらないで、暴れなくあのスムーズに、魚を寄せてくることができます。でもちろんその竿を突っ込まれて竿を立て直す時でも瞬時にハンドルが回りません。ローターだけなので本当にあのスムーズなので、スッとあの、まあ、まさに名前の通りですね、スッとこう竿を立て直すことができるというのが大きな特徴だと思います。新製品の BBX スペシャル SZ2、 そして、レバーブレーキの革命といえる BBX テクニウムスットブレーキタイプ、まあ、この2つでですね、いろんなフィールドで磯釣りを楽しんでみられてはいかがでしょうか。